ーケード作品。え、お、見れるんですか。あ、ファミコンとはゲーム家庭用になれへんかったやつと。いや、もともとだからテクモのアーケードこれも、あー、え、マイティついてないやん。ボンジャック、あ、こんな感じでしたね。へえ、あ、1画面なんや。あ、これやりましたよ、ゲームセンターでずっと。うん、これと同じシステムでセガで出してるんですよ。もう画像とか全然荒いんですけど。へえ。で、ファミコンの方がああいうなんかパズルで難題みたいな、うん、ゲームだったはずですね。うわぁ。うわぁ、危ない危ない。あ、あのボーナス面みたいなワープの面ばっかりなんや。そうですね。敵多いで。敵多いですね。敵多すぎるって。もうそれを避けながら必死でボムを取る感じですね。どっちにしても難しそうですね。ボム取った方がいいよ。おーおーおーおおおお。わあ、惜しい。あ、グラフィックは綺麗。うん。84年ですから相当前ですね。パシュパシュ。あ、なんか入った。あ、行きやがったのか。あ、こればっかりの面なゲーム。ずっと続く感じですね。これピンボールですね。あの、まだ名前がテイカンって出てるぐらいなんで。何？テクモの前世ですね。前の名前？前の名前がテイカンですね。へえ。これピンボールですよ。純粋な。テレビゲームでピンボールを出しちゃえみたいなこと？それで。やっちゃえみたいなことなんですかね。ああ、そうなんや。ずいぶん前からあったんやこれ。でも動きリアルですよね、玉の。なんかこれ上下の2画面でピンボールって出へんかったって。それより前に出てたんや。その前、全然前ですね。上下2画面は PC エンジンとかちゃうかったかな。まあ僕もあんまり分かってないんですけど。ああ、危ない危ない。ああ、怒った。もうこれだけですから。すごいな。出てくる女の人セクシーやったりするもんな。大人向けやもん。そうですね。あ、ピンボールとかそういう立体のものが好きな人もこのテレビゲーム業界に入れないとっていうことじゃないですか。そうなんや。あ、台を揺らすやつ。これもうピンボールゲームは結構昔からこういうのがあるみたいですね。多分、うん、海外のアタリとかそういうゲーム会社がこの揺らすやつとかあったと思うんですけど。で、これが元のアルゴスの選手ですね。うわー、綺麗な。相当綺麗で、まあ男っぽいゲームっていうイメージありました。こんな音楽やった。ほっほっとか言うてますよ、確か。あたー、わー、怖っ。顔なしやん。もうあの敵が地味なんですね。敵のやられ方がすごいな。あ、こうアイテム取って、あ、こうった。あ、こんな感じですね。うわー、いやいや、27ラウンド。だからこの RPG 要素がないと、もうただ純粋なアクションですよね。うわー、うわー、100円でどこまでいけるかみたいな。そうやな。これの、あ、家庭を出ればいいのにな。うわー、多いな。これ無理やろ。どうすんの？これもう行くしかない。どうすんのそれ。あ、乗んねえや。乗っていくみたいな感じですね。へぇー。知らなかったでしょ、そんなの。足強いな。あぶな、危ない危ない。避けましたね。と、あ。いやだ。綺麗ですね。わあわあ。何？来た。残り10秒。危ないですよ。アルゴスってずっと夕方な。イメージはここが一番多いですけどね。ああ、危ない危ない危ない。これで戦えって。わあ、危ない危ない。おお、出ましたよ。あ、お、そうやそうや、これ。
ね、木人犬みたいな。そう、あの当時ジャッキーのこれラーメンマンもこんなんやってましたね、うん、やってたやってた。いやいや、だからその世代ですよね。へえ、綺麗ですよね。綺麗。これは家庭を出へんかったね。この形では出てないですけど、まあその後今こうダウンロードして遊べるようにはなってる。 Wii で？これは Wii かな、 Xbox かな。これ Xbox ですね。 Xbox でもやるんだ。うわー、これロープなんや。はあ、これ左右に振るんですよ、ロープを。え？あ、ほんまや。ああ、ああ、連れてかれた。怖いですね。あ、これソロモンですよ、ソロモン。アーケードですよ。わあ、綺麗。うわあ、綺麗な。乗っかったうちにドンと落とすとかな。おお。初代ソロモンの鍵ですね。うわー、開いた。あの鍵とか取っときたいな。これはゲームセンターで仕事帰りのサラリーマンとかがこうずっとこれをクリアするためにやってたりしてましたからね。やってたやってた。夜遅くまでやるから子供に回ってこないですよね。パズルやからな、なんかずっとやんねんな。ずっとやりますよね。なんであの妖精取れへんの？わかんないですね、これ。なんで取らないんですかね。取りましたね。なんかあったわけじゃないね。悩んでたんでしょうね。おお。44ステージ。いやー、なんだ。確か、なんか下に落とすとかそんなやったんちゃうかな。うおー。ちゃうかった。全然違いましたね。全然ちゃうかった。何？何の音？いやいや、もう何の音？わかんない。上からなんか出てるんじゃないですか？何の音や？電話？電話？コンビニでずっとドア開いてるとか。人が来てる。合図。あ、あの青いやつがなんか吐いたら。その音ですか？わあ、どうすんのそれ？ブロック燃やすんですね。あ、え？あ、そんなんできんねん。武器あるんですね。心配して損しましたね。そうやな、知らん人がやってんのを心配してたな。そうですよ。わあ、これ。何これ？もう一緒ですね、難しそうなんは。何それ？あかんあかん、そらあかんよな。今ちゃうかな。で、下でしょ。え、なんで？うお、何今の。わー、おお、早い。あ、危ない。何やったん今の。うわー、ゴールすんの見たかった。あー、見られへん。なんだそれ。わー、テクモボール。これ日本に全く馴染みのないアメフトですよ。うわー、全然分からへんルールが。あ、アメリカで大ヒットなんですって。んでテクモが世界的に有名になったと。あ、海外でもって。はい、ええの作りよんで。これじゃあ海外の人が作ったの？日本人？日本人が作ったんじゃないですか。それか、いやでも分かんないですよね。うわー、あかん。うわ、ハウスダウン。何や、あ、どうなってんの？いや、僕あのアメフト自体よく分からないんで、何をしてるかが全然分かんないんですけど。インターセプトはなんかパスを止めるとか。そうなんですよね。そうなんだ。なんか追っかけてくるから逃げる。お、なんだ。どう思えばええねんこれ。なんか、ああ、どうだ。あ、これはなんか良さそうですね。手に入った。うん、なんか、え、よかったんですよね、これね。なんか喜んでるからいいかね。うわ、金髪ですよ、みんな。金髪やな。どうすんのこれ。走るんじゃないですか。あー、蹴るんですね。入った。ノーグッドってなんでや。ん？また来週って終わってんのこれ。そうですね、さよならみたいな。ハーフタイムやな。
あ、そうなんですか。ハーフタイムもあるよ。わあ、すごいですよ。うわあ、マインやん。ファイト、あ、これすごいですね。これテクモシアターちゃいます今の。あれもな。ね